皆さんこんばんは、伊集院光です。ねえ、まあ先週の木曜ですかね、TBS の朝の看板番組、大沢優里の悠々ワイド、ね、あのレギュラーで月から金曜までずっと大沢優里さんがやってるのを、大沢優里さんが死んだんで、こんなとこがこの木曜に吐けてればね、大沢優里さんが、新しい面を慎重に行ったんでうわみんな何そんなに焦ってんだよ、もっと勇気出して放送してこうよ、もっと勇気持ってこうよ。まあ大沢優里さんがお休みだったんでね、あの夏休みを取ったんで、で代わりにね、なんかこうお昼向きの新しいパーソナリティっていうことで誰かいないかしらって言って、金曜は井上順さんだったよね。で月曜があの何でも鑑定団の伊万里の音を聞く男だっけ、中島誠之助さん、そんな感じの中の木曜日、伊集院光ですよ。俺ってほら根っからのもう毒舌タレントじゃん、もう深夜しかできないタイプじゃん、どこに出してももう伊集院は毒があってもすごい危ないけど危険人物だけど面白いねっていう、もう人の悪口は平気で言えるし、でそれでいてなんていうのかな、あのそれでもあのみんなが俺を愛してくれるのは裏表がないところってのはもうみんなも分かってると思うんだけど、ひどかったね、もう朝番組始まって以来の暴挙だったね。いやあの聞いてる限りはなんか、あ伊集院毒抜きだっていう感じはね、なんか一流の調理師が毒を抜いた風に聞こえたかもしれない、もしかしたら、もしかしたらきちんと朝の天気を言ったりとかね、それからあと隣のガラスを一枚隔った向こう側にいたあの森本武郎、武郎ですよね、武郎に対して、いやラジオなのにダンディーなお洋服ですねなんていうことをもしかしたらみんな聞こえたかもしれないけれどもあれはもうすごかったんですよ。本来はもう入るなりもうわがままの連発ですよ。スタジオに俺専用のハンモックを連れって言ってその上でもういや優しいあの寝息を立てながらしか放送できないとかね、あともうそれから初めてその TBS の中でももう切れ者のスタッフたちのいる前で口の周りにご飯ですよべったりつけたまま喋ったりとか、もう挙句の果てにはアシスタントの肩パイをマジックハンドで掴んで1分間に4回揉みながらずっと最後まで通したりとかね、もうやってきたんですけどね、どうもその毒が皆さんに伝わんなかったらしくて、みんなには一見ね、なんだ夜の自分の番組では元気がいいけれども、よそのそういうなんていうんですか、いろんな人が見てるところではなんか猫なでトークだなとかね、君内弁慶っていう感じにもしかしたら聞こえちゃったのかななんていうんでね、ハガキが来てたんですけどね、伊集院光のアップス悠々ワイド感想係ですよ、感想係までいろいろ来てたんですけどもね、これ誰さんですか、ラジオネームミスターキャットヘルパーさんから、僕は伊集院光と名乗る男が番組の冒頭で武郎さんかっこいいや、武郎さんスーツがダンディーと語ったところで、こいつは最近世間を騒がしている偽伊集院だなと感づきました感づきました。いくら前の番組が直接森本武郎スタンバイだからと言って、僕の知っている、僕の信じている本当の伊集院さんなら、武郎てめえピリッとしやがれぐらいのことは言ってくれるはずです。はい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 、またその後も偽物はせいぜい今日は全裸に乳首で放送してますのフレーズが精一杯だったご様子で、アシスタントの偽オセロや偽オセロじゃねえだろお前、偽オセロやデキマムシ三太夫さんことメメッソンともマムスさんとも昼のトークを展開させていました。フィールドの貴公子という伊集院さんのイメージが偽物によって侵害されてしまったことについて、伊集院ファンである僕は怒りを感じずにはいられませんでした。それではまたとかね。そうなんですよ、よく考えたらハンモックを釣ったとかもさらに嘘で、あの偽物なんですよ。あの僕気がついたら文化放送に連れて行かれてて、榎木戸一郎さんのモノマネでずっと番組やってたんですけど、偽物偽物です、あいつは偽物です。もし本物ならば
もっとなんかね、交通情報とかの後のさ、受けとかで、ありがとうございました、警視庁交通管制センターのなんとかさんとか言わないじゃないですか。渋滞でイライラしてんじゃねえよ、このイギリス紳士ぐらいのことは。言うじゃないですか。偽物ですよ。最近どうもね、偽物が多いですね。もうこのラジオの深夜のバカ力を聞いてる人っていうのはね、分かってると思うんで、偽物とはちょっと多分見分けがついてると思うんですよ。なんかこの間ふっと土曜の昼に電話、テレビつけたら、OL クラブっていう番組にも出てるんですよ。なんか僕の偽物が。しかもこの秋流行する女性のランジェリーについてレポートしてるんですよ。なんかニコニコ笑いながら、普通だったら天使のブラを噛みちぎるじゃないですか、僕だったらば。それをね、うわ、新しいデザインはお尻に丸みを持たせるんですね、とまで、きちんと相手の足りない言葉までフォローしてるんですよ。ねえ、やばいですよ。日テレの野球のニュース、スポーツニュースにさ、まあ多分あの偽物もかなり俺のラジオを聞いてるらしくて、とりあえず野球は好きだっていうのはもう知ってあそこに行ってるんでしょうけども、なんかね、ジャイアンツ頑張れみたいなことを言うんですよ。ほら、あなたの知ってる伊集院光だったら、本物だったらば、絶対ね、そんなこと言わない、アンチ巨人なんですから言わない。いくら日テレ読売グループでも言わないじゃないですか。で、ふっと冷静に考えてみると、いろんなメディアに出てる伊集院光と名乗る人たちの中で、偽物が 95% なんですよね。で、考え方を変えると、ここは偽物っていう話も少しあるんですよね。最近ね、もうわかんないね、俺ね。俺、セブンっていう感じに今、随分なってんですけど、まあ、いいや。伊集院光のアップス深夜の改めましてこんばんは、伊集院光です。いやー、もう木曜ね、4時間半でしたっけ、生放送朝からやって、ね、意外にできちゃうんですよ。意外にできちゃうっていうか、俺なんかね、意外に合わせられちゃうんですよ。そこに行ったら行ったで、なんかそれっぽいことを言えるんですよ。別になんか何、口から出まかせ全部言えちゃうのがまずいですね。もうちょっとね、不器用になるといいですよね。もう、例えば、よくよく考えたら自分とかは昼に進出する気とかはないわけですから、あそこでね、いい子になってる場合じゃないですよね、絶対ね。それをね、いやー、いい子だったね。うちのお袋が聞いたら喜ぶぐらいいい子でね、もうどうしようかなと思っちゃったんですけど、なんかね、違う世界だったよね。ね、ファックスとか来るじゃないですか。で、ファックスとかこう、採用とかをこうみんなスタッフでこう決めたりするんですよ、CM の間とかに。こうやってファックスとか読むと、太ってる人情報とか来るわけですよ。で、言ってそうすると、うちの子供は、まだ2歳なんですけど、体重が8キロあります。すごいでしょう。対象なんですよ。それが、なんかあれおかしいな。で、その、ほら、なんか、その、8キロがゆえのチンプレーとかあるじゃないですか。ああいうのはないんですよね。私は洋服のサイズが驚くなかれ27号なんです。終わってるんですよ。だからなんかこう、まあせめてあと1号大きければ鉄人ですぐらいのさ、いやそれが面白いかどうか別だけどね、せめて展開とかありそうなもんじゃないですか。なんか見たものを見たまんま、ファックスの中にはいい天気ですねぐらいのが来ますからね。あれで、しかもすごいのはね、ギャグは入ってないんだけど、読まれると3000円が来るでしょ。この番組はな、わらばんしの裏に俺たちがのりを塗ってシールだって嘘をついて送ってるぐらいのものしかもらえないわけじゃないですか。それをね、3000円ってのは驚きましたね、あれはね。あと
スペシャルウィークかと思ったもん、向こうは。なんか、CM 入るたびに、ここでセブンイレブン1万円ギフト券プレゼントとかあるんですよ。こっちは、スペシャルウィークの時に、もう何、何 ?TBS の偉い人とかに、お弁当も我慢するから、とか、お手伝いちゃんとするから、って言って、それじゃあしょうがない、2万3000円出そうか、とか言われるのに、もう、普通のレギュラーの人も月曜から金曜までやってる番組で、あれどれぐらい前に読まれたファックスとかハガキに3000円とか対象に5000円とかって言うと、1日あたりあれいくらぐらい予算があるんでしょうか。10万円ぐらいあるんじゃないですかね。そこまでないかな。でもちょっとオーバーかもしれないけど、まあ、なんだかんだでそれ満タン位ですよ。5、6万はありますでしょ。5、6万そのリスナーにあげられるお金とかがあるんですよ。あるはずだよね。すごいもんね、スポンサーとかね。この番組はどこどこの提供でお送りしましたっていう、もう、だから、ゆうりさんが喋れば、スポンサーが増えるっていう感じだから、俺はアップス初めてスポンサー1個減らしたからね。もう、唯一のスポンサーを1から0にしちゃったからね。もう、その差だなと思って。でも、俺が多分あの時間帯とかきっとやったら、はがき1枚読んで3000円、1日もう1枚読んで3000円、2枚目の人も3000円ってあげるんだったら、あれ逆にさ、はがき読んでも何にもあげないのよ。何でもあげないで、5年に1回さ、6億円ぐらいあげるってどうかな。1日5万円で1年間で、1年間でまあ200日やったとして1000万でしょ。ね、5年に一遍のスペシャルウィークだけ、本当にもう、その最後の最後の1枚だけに5000万やんのよ、急に。しかも書いてあるのは、うちの子2歳で8キロです。これにお前5000万やってみ。調子率はすごいよね、きっとね。まあいろんなことね。考えながらね、やりましたよ、ね、なんか今日テンション下がってますね、こんな話から来てね。まあとりあえず曲かけましょう、ね、パフィーで得する体。もうね、何が違うって言ってもね、その昼の看板番組とこの番組違うの、まずスタッフの数、ディレクター2人とかいたでしょ、ミキサーも2人とかいたでしょ、それとあと AD さんも2人とかいたでしょ。あれ何、自打球とかだって試合の途中で欠場してもいい、そう熱かったよな。それもディレクターってもう、もうほらうちの中田ディレクターみたいについでに生きてるような人じゃないですから、もうなんかこう趣味の一環として TBS に来てるような人じゃないですか、中田ディレクターは。違うもん、なんかもうな、広島みたいだったもん。たとえ前田が怪我しても、その後に、もう、ロペスとか出てくるよっていう感じの、層の熱いね、感じでしたね、ディレクター陣が。だって、それ、そう。朝、家から行くときに、ね、ハイヤーだったよ、ハイヤー。はい、や落ち着かねえな、ほんとなぁ。軽トラにしてくれって言うんだよな、あれな。俺、軽トラの荷台にさ、なんか、武骨な男に放り入れられてから来たかったもんな、なんかなぁ。なんかね、そこからすでにね、なんか、俺、ちゃんとしなきゃっていう気が芽生えてたね。前の日の夜ぐらいまでは、ちゃんとしないっていうところで、結構、俺の中の7人の俺とも、結構いろんな俺がね、いろんな俺がいろいろ協議した結果、やっぱラジオのことだからっていうんで、深夜のバカ力の俺が、OL クラブの俺でもなく、テレビちゃんの俺でもなく、ね、俺が、このバカ力の俺が、一応俺のペースでやらせてくれという話はしたんだけど、もう朝、ハイヤー来たもの。ハイヤー来た時点で、ハイヤーで、だって普通、ハイヤーの運転手さん乗る人って、俺らのイメージで、これ知らないよ。本当のハイヤー乗ってる人は、普通の、あの人も最近ハイヤー乗るのか知らないけど、俺らのイメージとしては、やっぱなんかすごい立派な紳士じゃないですか。横に秘書を連れて、ね、ドーベルマンを飼い、ね、そういう人のイメージじゃないですか。それがもう、あれ、ハイヤーの運転手さんもさ、自分より何のみつぼらしいやつを乗せるってのはどういうことかねと思うだろうな。あの髪の毛、もう池中玄太丸に寝癖ついてさ、おいで、何、もうパジャマ代わりに着てるようなシャツのままさ、ぬーっと部屋から出てくるやつのドアを開けて、ドアを閉めて、どちらまでっていう気持ちってのを考えたらね、悪かったね。いや、俺はもうほんと、ランニングに短パン、リュックサックで歩いていくから、歩いていくから、この、何、ハイヤー代をくれと言わんばかりでしたね。とにかくすごかったよな。もう5分ぐらいのコーナーとか、コーナーっていうか、今俺喋ってるこの無駄話、ってか愚痴じゃないですか。ね。この愚痴に当たる最初のこう、番組の名前言って、大沢よりの悠々ワイドって言って始まる、その部分の話にももうスポンサーがついてるの。あれ、なんつったっけな。ホットホットじゃない、なんだっけ。ホットホットモーニング。
有利のホットホットモーニングって書いてあって、この番組はどこどこの提供でお送りしますって言った後に、何をやるのかなと思うじゃないですか。ホットホットモーニングっていうことはっていう、なんか、熱く焼けた鉄板に俺のシワ袋を乗っけて、ホットにして目を覚まさせるのかなと思ったら、いや、ここは普通に喋るところなんです。だからもう、有利さんが言う一言一言は、すべてこう、スポンサードされて、要するにお金になるトーク。実際俺こんなに喋ってても、実際 TBS にとってこんなんどうでもいいところなんだから。実際は、TBS 的に嬉しいのは、やっぱりスポンサーがついて、要するに聴取率が高くて、だからスポンサーがついて、TBS は儲かった方が絶対いいわけじゃないですか。俺的には喋らせてもらえば嬉しいし、聴取率が上がっても嬉しいんだけど、聴取率が上がったところで何のスポンサードもないトークっていうのは、TBS にしてみれば別にな、なんでもいいんだもんな。ここのところで、マンション用の犬が、アフ、アフ、アフってずっと2時間喋ってたって、いいんだもん。だって、同じことじゃん。もっと言っちゃえば、聴取率取ろうが取る前が、スポンサーさえつかない、スポンサーがどんなに取ってもつかないんだったらば、なんでもいいんだもん。ここのところに俺のいる位置にクロッカスの球根が置いてあったっていいんだもん、別にそれは。まあ、音がしねえからなんだけども、グッピーが勝ったって、コポ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 コって言ってても、あんま商売的には変わんないわけじゃないですか。そう考えたらね、もうね、天と地の差があるんですよ、あそこと、大沢ゆりの UIL と俺の番組っていうのね、なんか考えさせられちゃったね、すごい勢いでね、考えてね、これからはもうね、頑張ってね、俺は昼の時間帯を取れるようなね、立派なタレントになりますよ。で、一応、今日のファックスは、話あっちゃこっちゃ言ってるのちょっと難しいんですけども、テレビとかラジオで伊集院の偽物を見かけた、ね。毒舌パーソナリティの伊集院さんの名を借りて、全然毒舌も言わない、ね、おとなしい、そんな伊集院さんを見かけて、僕はここで偽物だと分かって、ラジオの伊集院さんだったらこうしてるはずなのにこうしてないっていうのがあったら、ファックスで送ってください。東京 03-5563-1960、 東京 03-5563-1960、もう一つ東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540。 特に今日ね、サウナの玉三郎を見ちゃった人にはね、あそこも偽物出てやがったの、俺やろ、太ってるわ、マフラーが黄色かったから俺やすぐ分かった。もうね、ちょっと目がつり目でマフラーが黄色かったから、あれは偽だなっていうのは分かったんですけども、出てましたから、ああいうのを見てね、これは違うなと思った人はですね、どんどんファックスをね、ください。偽物を退治しましょう、っていうか俺を戒めましょう。ねえねえ、キューちゃん。なんだい、ショーちゃん。犬より嫌いなものって何？小屋かな。ファックス。本当ですよ。キムタクに飯を食わせてもらえですよ。本当にもうね。そう、途中ですっごい思ったのが、人生相談のコーナーに来てるハガキがあって、で、その人生相談とかって昼の目玉じゃないですか。延々となんかやってんですよ。あの間スタジオで何もやることないんですよ。で、その番組聞いてんだけど、時たまね、時たまそんな、その、何、いい子ちゃんな俺の、横通りを悪い俺とかが顔を出して、ね、もうスタッフと朝会った時からいい子な俺だから、まだスタッフは見てないんですよ、悪い俺を、毒俺を見てないんですよ、ね。もう俺もほら、鱗粉が飛ばないようにしてたから、ずっと羽から飛ばないようにしてたから、で、人生相談の時に前にその小川さんっていう女の、アシスタントの人がいて、もういい人だと思ってる、俺のことをものすごいいい人だと思ってる状況の時に、人生相談のコーナーに入ったんですよ。で、そのコーナーは、おばちゃんのなんか人生相談の達人みたいな人がね、達人がね、リスナーから来たハガキに答えるコーナーなんだけど、うちの姑が、実家の自分のお母さんの仏壇を、今嫁入りに来てる自分の家に持ってきたいって言ったら大反対で、最初のうちは亭主も何ですか、持ってきたいって言ったらいいよって言ってくれたのに、姑の言うことにはもうイエスマンだから、もう仏壇を持ってきちゃいけないって二人で大反対なんですっていう、どうしたらいいんでしょうなんて言うんですよ。で、それに対してこう、ひどい、それは姑とご理解のない旦那さんで、もう私はもう開いた口が塞がらないみたいって二人でこう盛り上がってるんですけど、俺その横のところでポソッと言っちゃったんですよ、ね、ポソッと。その前のアシスタントの人が俺深刻な顔して聞いてからなんか注目してたんだろうね、ポソッと捨てちゃえそしたらそのアシスタントの人がギョロー、今このいい人が変なこと言ったと思って、姑さんをですか、仏壇をですか、どっちもねえ、もう、あ、いけない、今誰か出てた、誰か今俺の脳の割れ目から顔出したとか、
そんなチンプレー特集でしたよ。今俺がちょっと知らないように羽ばたいて、ドクリンプンがパタパタパタって出ちゃったっていう感じでしたもんね。もうすごかったですね。なんかね、大変なんですよ、結構ね。なんかね、先週っていうか今週っていうか先週か、先週1週間あんま乗らなかったけど、なんか、なんとなく乗らなかった、そのスタートっていうのが、このアップス終わりですよね。先週のアップス終わり、大変だった。めちゃくちゃ大変なこと起きたぞ。あのね、アップス終わって、まあ、いつもの通りね、なんて言うんですかね、頭の整理体操っていうんですかね、のために4時間ぐらい話してたんですよ。3時に終わって、4時間ぐらい、またうちのスタッフが死にてえっていう顔してるのにもかかわらず、どうでもいいことね、先週の話題は、自分が中森明菜のディナーショーをプロデュースするとしたらどの曲順っていう、その話題で、ああ、俺はディザイアから入ってほしいね、なんていうので、4時間ぐらい、延々と話してたんですよね。でいて、先日忙しくて、開けてすぐ、まだドラマのちょっとした撮りがあって、ドラマに行かなきゃならないから、7時ぐらいですかね。7時ぐらいに帰ると。あれ何時ぐらいでしたかね。7時、6時ぐらいだ。3時間ぐらい話したんだ。6時ぐらいに、もう帰ろうって話になったら、俺が最近神さんに落とされてる携帯電話が、またどっか置いちゃったらしくて、携帯電話がなくなっちゃって。あれ俺携帯どっか置いたかなとか、その辺置いてないとかってみんな見たんだけど、なくて、したら、もう早く帰ってほしいわけですよ、他のスタッフにしてみれば。お前は友達ないかもしんねえけど、俺はいろいろ会う人もいるしぐらいの、トーンなんですよ、みんなが。おいで、じゃあ、手っ取り早く、俺のさ、何携帯がなくなったことから発生するさ、なくし物トークが始まる前にね、じゃあこうやったって、とりあえず僕の携帯で、その伊集院さんの携帯の番号をかければ、なるからすぐ、こんな狭い部屋なんだから、どこに行ったかわかりますよ、とかって。大体俺 TBS 来てから、その部屋の中でずっと喋ってるわけだから、で他に行くところのスタジオぐらいしかないんだから、その部屋の中で見っかりますよ、とかで、ツッツッツってかけたら、呼び出し音が聞こえるじゃないですか。トゥルルルルルルルって聞こえるじゃないですか。呼び出し音聞こえるっていうことは、俺の携帯は鳴ってるってことだから、絶対どっかで小さい音でも聞こえなきゃ、おかしいわけなんですが、周り探しても携帯がないんだよ、全然なくて、おかしいな、ちょっとみんな黙って耳澄ましてとかも携帯なくて、そしたらまたもう一人のスタッフがポソッと、こんだけね、例えば廊下とかにポンと置いてたってね、ここみんなに耳澄まして聞こえるはずっすよね、ここまで耳澄まして聞こえないっていうことは完全防音の部屋とかにあるんじゃないですか。完全防音の部屋なんてスタジオじゃん。それしたら、その時俺のこのスタジオで、エロさん生放送中ですよ。ね。トゥルルって呼び出し音が、俺がもう頭の中で、スタジオかーって、ピカーって引っかった時に、プツッと出て、榎本です。あ、榎本さん出た、榎本さん今って、もう、ちょっとまた、もうこっちのスタジオの方からも3メートルも離れてスタジオの方から、スタッフが、なんていうの、大騒ぎになってる。あれ、誰の携帯だ、あれなんだ、騒ぎになってるじゃないですか。もう、真っ青ですよ。もう、真っ青になって、ガーッと取りに行って、もういきなり榎本さんに謝ろうと思ったら、たまたまそれが、榎本さんのトーク中じゃなかったんだよね。トーク中じゃなくて、で、榎本さんで曲がかかってる途中だったんです。CD がかかってる途中だから、直接マイクには音が入ってないんですよ。でいて、その曲が開けそうだから、すぐには榎本さんに謝れないっていう状況なんですよ。要するに、もう曲が最後の感想にかかってるから、今開けて謝りに行ったら、榎本さんのトークをまた邪魔してしまうっていう感じなんですよ。で、それはやばいし、もうスタッフ、いつも優しいスタッフっぽいのに、全員俺の方を見てるじゃないですか。ね、やばい、もう俺この層で、見てるっていう感じですよ。見られてるっていう、もうね、俺スーパーモデルっていう、スーパーモデルの足っていうぐらい見られてるじゃないですか。どうしようかなと思って、もう CM の CD がかかってる最後のエンディングのところで、榎本さんってさ、別にそんなに、なんていうのかな、普通の顔の人だから、普通のおじさんだから、怒ってるのかどうかがよくわからないんだけど、こっちの方にはもう被害妄想でいっぱいになってるから、これは怒ってて、今怒りをもうこらえにこらえて、その曲が終わったらどうにか喋って、CM 入った後にグワー出てきて、俺の耳をニッパーで切って、ねえ。
でも左側の耳の中に油粘土を詰めてですよ、それぐらいのことはされると思って、もう本当に汗かいたからね、ダーッと汗でもうブルブルブルって震えてて、うわどうすんだろうって、この曲が開けた後、へのさんもうなんかちょっと怒りで頭いっぱいになっちゃって、さらにトークとかも怒りで失敗とかしちゃったらどんどん俺の罪重くなるなと思って、やっぱ怒ってるわ、俺がもしあんなことあってスタッフに自分の番組邪魔されたらすげえ怒るだろうなとか思って、俺だったらトークできねえなとか思ってた、曲がスーッと終わったじゃないですか。で中の今はオンエアになってますよっていうランプがピカッと光って、赤いライトがピカッと光って、江野さんの喋り開始ですよね。私があまりに秋を待ちわびていたせいか、スタジオの中からスズムシの鳴く声が聞こえるじゃないですか。こんなとこにスズムシとは風流だなと思ったら、伊集院くんの携帯電話だったんですね。落ち着いたトークしてるよ、あそこでセーフセーフ、どんなアクシデントでも江野さんは全部 OK に変えるし、少なくともCD がかかってる途中だから、俺のこの携帯のダメプレイは江野さんの番組上には何も影響を及ぼしてないと思って、で江野さんが、6時何分ですって言った途端に、そのまあマイ何この、マイクのライトが消えたわけですよ。オンエア中っていう明かりがふっと消えて、やった CM だガチャったけど、江野さん睡魔の睡魔まで行ったら、続いては交通情報です。ピカってまたついてやんの、やべえ。あれから僕は江野さんに会ってないんですよ。だからもうその場で次の CM までいるべきか、いて謝るべきか、でこのまま帰るべきかっていうんで帰っちゃったんですよ。いやだって忘れんだろって言うんで帰っちゃったんですけど、今日は俺トークしないね、早く帰るね。ああもうほら明日のほら俺のサイドビジネスやってる小料理屋の仕入れとかあるから、いや月日からやんねえからね、もうやばいわマジで。これ曲、ボニーピンクで Do You Crash I Crash。 いや来てますよ、偽伊集院情報がもうどんどんファックスで、もめちゃくちゃ困ってるんですけれどもね、本物をおけつにいっていう焼き印が押してあるはずなんですけどね。ペンネームポリオさんから、ドラマサウナの玉三郎に偽物が出ていました。俺出てないもん、あれ俺断ったもん確かね。小林年次さんに巨乳を揉まれている時、僕の知っている尊敬する独位順位さんなら意地でも乳頭から白い汁をほとばらせるはずなのに、今日出演した伊集院さんは何も液体を出さず、ただ感じているだけで普通の演技をしていて非常に腹が立ちました。そりゃそうですよ、濃流さんぐらい俺なら出してるね。もうリハの時はずっと出すのを我慢しておいて、小林ねじさんがもう本番った時にピューッって後ろの壁ぐらいは溶かしてますよ。それをやってなかったっていうことで偽物ですね。もう少なくともほら、この何もう尊敬する伊集院光ね、もう俺自身も一番好きな伊集院光とは、そういうね本当に毒のある男ですから、体の中に毒物をいっぱい満載してる男ですから、それをねやってないってのはおかしいですよ、どう考えても偽物ですよね。中頃で伊集院光の偽物を見た、本物だったらこうしてくれるはずなのに偽物はこんなことをしていた、本物だったらもう怒ってもう斧で相手の頭を叩き割ってるはずなのに愛想笑いをしていた。そんな伊集院さんを見た人はですね、ファックス番号東京03-5563-1960、東京03-5563-1960、もう一つ東京03-5562-9540、東京03-5562-9540で待ってます。伊集院光のアックス、深夜のバカ力。パンでも食べられないパンはなんだ。はい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 、はい、ケンくん、カレーパン辛いから。まあいろいろね、想像で遊べることで普通のものを見ても面白くしていこうかなっていうね、コーナーなんですけどもね、大相撲ってあるじゃないですか、大相撲って今もやってるじゃないですか、
中相撲ぐらいのやつもやってるんですよ、どっかで。結構ひっそりとね。小相撲とかすごいですよ。もう一回見たことありますけどね、小相撲。殿様帰るぐらいの大きさの力士が出てきますから、これすで、土俵の広さそのままなんですけど、でいて、殿様帰る大の力士が一生懸命戦ってるんですけどもね、一回僕の見た取り組みではもう小相撲の横綱同士が戦ってるところに草むらからハムスターが出てきて、それを食べちゃった時があったんですけど、すごい取り組みだったっていうのだけは僕記憶してるんですけどね。そういう風にですね、なんて言うんですかね、人に相手にされないような妄言を吐いていこうというコーナーなんですけどもね、ペンネーム花見川遊び。ヒーローもののテレビで主人公がピンチの場面で、俺はここで死ぬわけにはいかないんだと言うが、それはもし今ここで死んでしまっては自分の部屋にエロスにまつわる様々な品物が無造作に散らばしてあるどうしようという気持ちで言っている。そうですね、俺ら日常生活で使うとしたらそうですよね。アダルトビデオとかを借りてきた帰りとかに死んだりしたら本当によく言うことですけど、俺はここで死ぬわけにはいかないんだっていう、もう無限のパワーが出ますよね。昔ゲンチャリで事故った時俺あったな。裏ビデオを持ってる時にね、ゲンチャリでね、まだ忘れもしませんね、明治通りのあそこなんつうんですかね、あの町屋と町屋から来たおたけ橋通りと明治通りのぶつかったところでタクシーに引かれて片側血だらけになってんのに、警察呼びますか、救急車呼びますか、大丈夫です大丈夫です、いや全然ピンピンしてますっていうのあったっすね。あいつらそれで言ってるんだな。もうそう決めた俺は、ね、ペンネーム山手線外回り遊び。昔自分が子供の頃に使っていて壊れてしまったり飽きたりしてゴミ捨て場に捨ててしまったおもちゃ、超合金など、もしかしたらそのおもちゃはゴミ収集車に運ばれそうになる直前にどこかの誰かがそのおもちゃを拾ってくれて、その人が今現在もそのおもちゃを大切に持っていてくれているかもしれないと仮定してみる。ああでもね、思うんですけどね、もう何遍も話すことかもしれませんけど、昔盗まれちゃった自転車とかはどこにあるんだろうっていうのをすごい思うっすね。超合金のマジンガー Z とか、いつどのタイミングで処理したかは忘れちゃったんですけど、分解しないようなものっていうのが、あの時すごい思った。ビッグサイトってあるじゃないですか。なんていうの、臨海新都心かなんかのさ、あの、新しい、フジテレビとかできたあたりってさ、あの辺は要するに分別ゴミで埋めてあったりもするわけじゃないですか。もちろん土とかも持ってきてるんでしょうけど、ゴミを夢の島とか埋め立ててあるわけじゃないですか。そうすると、今俺の歩いてる真下に、うわぁ、俺の昔なくしちゃった、鋼鉄ジーグの、ねえ、まあ、正確にはマグネロボガキーンなんだけども、マグネロボガキーンの超合金がもしかしたら埋まってるかもっていう気がするよね。ああいうのって結構細かく砕いてとかじゃないんだよね。結構荒っぽく埋めちゃってるわけじゃん。なんかダンプカーとかで行ってザーッと捨てちゃうわけじゃないですか。そうするとあんだろうなとか思うよね。あと、ゴジラ屋っていうさ、あるんですよ。それ懐かしいおもちゃを売ってるお店があるんですけど、そういうところで、同じとこが壊れてる超合金とかがたまに見たりすると、別に俺はそういう懐かしいおもちゃを買うマニアではないから欲しくはないんだけど、あーこれ俺のだったらすげえなとか、ラッキーカードを裏消してあってさ、今あるんじゃないですか、ああいうなんかあのレトロなおもちゃとか売ってるお店に、この消し方俺じゃんっていう、なんか俺が小学校入る前ぐらいに出したラッキーカードだったら、うわ俺はラッキーカードに興味はないけどこれ欲しいなっていう気がちょっとするな。じゃあ続いて、これなんかね、遊びのネタっぽくなくて、ちょっとね、なんかきちんとした文章を書く人が書いてきてくれてるんですよ。どっちかというとはがきを見る限りはゆうりさんのところに来そうなはがきなんですよ、なんとなく。千葉市のペンネームミーボーズさん遊び。六畳間に寝そべって、生まれてから今までに出た耳クソ全部と死ぬまでに出るであろう耳クソ、その全部を瞬時にワープさせて今ここに駆け集めたら部屋はどれぐらいの高さまで埋まるだろうと想像しています。想像していますだからね。それから同様にうんこを
未来の分まで全部前借りして、前借りしてですから、ね、前借りして一箇所に集中させたら何倍分になるだろうなんて考えてみたい、見たいっていう風に来てますから、これは考えるね。俺たまに思うもん、今まで俺が使った金、使った金っていうのはいくらぐらいになってんだろうって、すんごいビビたるもんも含めていくらぐらいになってんのか知ってみたいなとか、あとなんだろうね、今まで見た漫画とか全部、今まで俺が1回でも買ったジャンプってあるじゃないですか、ジャンプ買って捨てて買って捨ててじゃないですか、そうすると俺かなりの量買ってるから、あれとかってどれぐらいの量になるのかなと思うよね。うんこを前借りしてってことも大好きだしね。誰に前借りするんだよ。どこに連絡して。でもさ、うんこ、じゃあ、例えばそういう願いが叶う、まあ、ドラえもんのもしもボックスみたいなものがあってね。ね。大の大人が1時43分に、もしもボックスがもしあってね、なんて、もしが何回出るかわからないようなこと言ってるけどね。もしあってね、自分がこれから一生出るうんこ。ね、全部前借りさせてくださいって言ったら4本ぐらいだったらびっくりするだろうね。死ぬのか俺、もしくは肛門が退化するのかっていうどっちかに覚えるからね。うわ、思うわ。耳くそってどれぐらいなんのかな。耳くそ溜めてる人とかいないのかな。ずっとなんか瓶とかにね。嫌だね、それはそれですごくすごく嫌だね。ね、なんかロマンチストなやつとか自分が流した涙は今 何リットルぐらいに、うんこうんこ、ペンネーム巨人のエース阿波野秀幸、北海道。遊び、一人フィーバーを自分の部屋でしているとき、この模様は蜃気楼となり、どこか遠くの国の人々に固唾を飲んで見守られていると仮定してみる。キッチン、キッチン、もう砂漠の向こうのさ、アラビアのロレンスみたいなやつの向こうの影のみたいなところに、ほら上下逆さまになってね、四畳半でね、パカーティンね、すごいパカーティンに摩擦係数を与えてるところとか見えててさ、やだよなぁ、息も絶え絶えでなぁ、見てるの見てんだよな。でもなんかとりあえず途中まで見たもんなら最後まで見たくなってる人いたらやだなぁ。続いて、埼玉県、ペンネームタコ。遊び、時々アスファルトに埋まっているジュースの缶のプルトップ、あれは地面の下を流れている熱いマグマを抑えているものだと仮定してみる。あ、いいね。プシュジョバー大変なことになっちゃうんだよね、あれね。あ、あるな。あ、これは考えたことなかったら見事だな。街とか歩いててそうだよね。あ、最近はほらプルトップ取れないようになっちゃったけどさ、昔は必ずプルトップ取れてそこ捨てたってね、なんかあったもんね、これね。そうか、あれ開けると開けるとプシュッっていう音するんだなあ。続いてペンネームブランカ伊藤、富山、富山聞こえんだ。うわー、じゃあもう富山道薬局の薬売りの皆さんとかも今聞いてくれてるんだ、薬を担ぎながら。遊び、交差点で信号が赤になるのを待っ、赤になるのを待っているとき、これ青になるのを待ってる時だな、きっと。要するに溜まってる時ですよね。周りにいっぱい人が溜まってる時に、3年 B 組と叫ぶと、周りのみんなが、金八先生と言って、俺を胴上げするのを仮定してみる。これ一応遊びマスターは、例えばソニービルの前のあの交差点とか、スクランブル交差点とかでこうやって立って、みんな言うんだろうけど、今胴上げされても小銭落ちちゃうしなと思いながら言わないっていう、かなりもう決めてかかってんだけど言わないっていうのが、遊びマスターのやるべきことだね。続いて、ペンネームボルボックス埼玉県。遊び、巨人の松井が巨人ではなく大英に入団していたらと想像してみる。こういうくだらないのは好きなんです。逆になんか別に面白いことじゃないんですけど、よくやるもん、なんか
スタッフの一人ね、まあスタッフの一人っても構成やってる渡辺なんですけど、二人とも野球好きなんで、もしプロ野球が入ってる、野球のワールドカップが開かれたら、日本代表選手のベストメンバーはどうなるっていうのを番組の打ち合わせ5分で、その打ち合わせに関して3時間ぐらいかけて掴み合いになりそうな感じで、江藤の三塁守備はさあなんて、いや落合は入れないと世論が許さないだろう、そんな世論なら捨てちまえぐらいのね戦いをしたりしますけどね。まあピッチャーは今中なんですけど、ジゴロで遊びのコーナー、郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス SOP の係まで待ってます。ねえねえキューちゃん。なんだよショーちゃん。キューちゃんはお化けになる前は何だったの？家元で。アップス。もう二世伊集院の多さはね、なんていうの、二世伊集院やるためなんちゃって伊集院なんですけども、最近の流行りの言葉で言うならばもうミッキーマウス並みですね。すごい勢いで偽が出てますよ。特にそのみんなが偽だって明らかに気づいたのは、今日放映されていたサウナの玉三郎でのことらしいんですけどもね。ペンネーム四角さんから、他にも偽物だと分かるシーンはありました、もっと早くに気づくはずですと。サウナの中で少年ジャンプを読んでいる伊集院光ね、偽物でした。僕の知っている伊集院はいくら台本にジャンプを読めと書いてあっても隠し持っていたムーを読むタイプの人です。そういうタイプの、俺だったらムーですよ。どころかバチェラーですよ。バチェラーをもう見てね、自分のおっぱいと大きさを比べるぐらいのことは知ってますよ。ジャンプ読んでた？偽だね。それ間違いなく偽だね。もうやばいっすね。なんか偽の方が売れてますね。すごい勢いで偽の方がなんか金になる仕事をしてますね。すごくね、みんなね。他にもですね、ファックスネームなるなるきさん、なるきタクシー、ごめん、なるきタクシーさんから、24時間テレビに俺が出るわけがないじゃん。それみんな分かっててくれてると思うんだけども、スタッフも見た。あ、俺はその時間は寝てたんで、あの日産スポーツプラザでね、行ってる。いや、まあその時間は寝てたんで分かんないんですけど、出てたみたいなんですよ。24時間テレビで偽伊集院は、素人の腕相撲の選手に何でもない普通のインタビューをしていました。ありえないね。本物ならばっていうか、もうしんどいから募金で飲み行かねぐらいは言うはずです。それは言いますよ。ねえ、本物だったらは絶対ね、あのペットボトルの2、3本はポッケに入れてるはずですよ。それをね、もうやばいね。この先もですね、偽伊集院情報ありましたら、ファックスで、東京 03-5563-1960、 東京 03-5563-1960、 もう一回戦、東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540 まで送ってください。あの、基本的に僕の知ってる伊集院ってのはどうするかっていうのを書かないと、ただに俺のダメさ加減を糾弾するコーナーになってますから、俺の知ってる伊集院ならこうよねっていうのを送ってほしいと思います。ジャミロクアイでバーチャルインサンティ。お仏壇から行く生きがいのポメラニアンスケルバの俺なりの正義。牙を抜かれた狼は狼が群れを離れて一人、涙も拭かず拭かず尻も拭かず削れのカピカピ四畳半で半裸で空元気一人リオデジャネイロけれど明日の学校じゃ上履きがない。山賊め上履きがない迷宮入り。でもまあ
いいや、今夜も一人リオデジャネイロ闇将軍。ラジオの前のボーイズンガールズ、みんな悩んでるかい？体は大人でもまだ心が大人じゃない。だからといって僕らを子供扱いしないでほしい。そんな青春真っ只中の君たちと本気で語り合い、悩みをぶつけてもらうのがこのコーナーなんだ。僕も君たちと同じ年頃には汚い大人たちとよくぶつかったもんだ。その時、いや今でも僕は心からこう思っている。人生妥協、正確に言うと妥協8割流し2割。それではこの怒鳴る詩人の会キャプテンのポメラニアンスケリバに胸が張り裂けそうなほどの悩みを送ってくれた一人目の悩めるリスナーを紹介しよう。電話つながってるかな？もしもし。もしもし。あ、もしもし。はい。あ、名前は？あ、悩む伝言同好会員っていう名です。悩める、悩む弁論同好会員ね。はい。年齢は？16歳です。16歳ね。はい。俺にもあったな、16歳。あ、そうですか。無論17もね。はい。18も。はい。14はなかった。あ、そうですか。うん、13が2度だ。はい。悩める弁論同好会員さん。はい。今君が抱えている2時です。悩みは一体何なんだろう。あ、はい。誰にも相談できなくて。それでちょい恥ずかしがっちゃいけないんだ。悩みって閉じ込めておくと、はい、ある意味悩みっていうのは悪魔だから、はい、どんどん君の体を蝕んでいくんだよ。はい。まあ確かに人に言えない悩みはあるかもしれないけども、このスケリバだけには元気を出して喋ってくれ。はい、わかりました。うん、半年前まで私16歳で、その時15歳ぐらいで、うん、サンタさんがいると思ってたんです。なんですけど、うん、友達の一人に、うん、そのサンタさんの話になったんです、うん、でそしたら、うん、サンタなんて信じてんの、チョベリバーって言われちゃって。チョベリバーって言われたのか。はい。チョベリバー、はい、チョベリバーのチョはチョ村民のチョ、はい、巨人の2軍でたまにいいピッチング、はい、ドナルシーなんだけども、はい、うん、チョベリバーって言われた。うん、はい、もうそれ以外、うん、となんか人のこと信用できなくなっちゃって。わかるわかる、うん、信用できなくなってしまって、はい、でなんだそれ以外、うん、私今高2なんで、うん、進路とかですごい悩んでるんです。あ、それで家庭科の宿題とかも大変だし、うん、数の先生っていう先生がすごい。わかった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 、はい、落ち着いてくれ落ち着いてくれ、泣くな、はい、泣きやめ、はい、泣きやめました。泣きやんだか、はい、うん、まあ、進路とかは別にどうでもいいんだけど、はい、サンタだね、問題はね、はい、サンタはいない、サンタはいないっていうその友達に対してこう言ってやれ、はい、平家街の背中は平家の落ち人たちの恨みのこもった顔ではなく柄、あ、こう言ってやれ、はいはい、こう言ってやることで何か開けるかもしれない。え、で結局サンタはいるんですか。いや、いないね。え、いないんですか。いるわけねえじゃん、そんなの。え、だって私の夢とかがその今の先生の言葉ですごい崩れ去っちゃったんですけど。いやいや、崩れ去ったという君に僕はこんな言葉を与えてあげよう。はい。カーネギー名言集3ページ目。あ、ちょっと。4行。あ、はい。守ってんのか、お前。ちょっと待ってくれって。はい、書き留めてるのか、ちゃんと。はい。書き留める珠玉の言葉だ。はい。くじけそうな、になった時僕はその言葉をいつも読んでいるんだ。はい。わかってるか？はい。行くぞ。はい。あなたの夢を諦めないで熱く生きる。瞳が好きだわ。うん、これがカーネギーの残した言葉で、はい、タイトルは夢を諦めないでっていうタイトルなんだ。はい、書いてあります。じゃあサンタクロースはいる。じゃあ、え、いないって言います。いる。え、いるんですか。いる。お前が夢を試したんだ。お前を今、え、そ
じゃあ、じゃあいい、じゃあ分かった。はい。お前は硬い焼きそばと。お前はな、はい、もう高2というその人生の分岐点で、汚い大人になってしまった。はい、人を試すっていうのはどういうことなんだ、それは。先生もさっき試されたんで、ちょっと。いやいや、俺は免許持ってるから。いいって言われてるから、国から。いや、でも私も第一三小の3級の免許を持ってるんですよ。いや、そういう、それはいいね。はい。よく取ったね。はい、頑張りました。うん、だから一応俺の、こう、なんていうのかな、君の質問はすごくよくわかった。はい。よくわかったから、はい、サンタクロースがいないと友達に言われて人を信じられなくなっている。はい。そういうことだね。はい。早く言ってくれよ。え、さっきから言ってるんですけど。ああ言えばこういう。え。お前そんなにキムタクが好きか。いや、キムタクだってお前スマップに飯食わしてもらえ。そんなこと言うんだったら。いや。なんだお父さんのパンツが汚いとか。そんなこと言って誰に取られてもらってるんだ。じゃあ、バイバイ。さよなら。よし、そういうことで、悩める。いるんだよ、こういう風にね。明日から彼女もね、もう本当に力いっぱい生きていくことができると思う。ただ、今、スケリバ的に思うことはね、俺的に思うこととしては、この2時台前半という時間で喉を使い果たすのはどうしたものか。そんな、また妥協しているスケリバ！チンカフンだ、心の叫びじゃないか、心の、今すぐ心の叫び、喉が切れても心の叫びを言ってやる !3、2、1! もうふん、さあ、二人目の悩める子羊から電話が繋がっているはずだ。ちょっと、ざっと、目を通してみよう。なるほど。このハガキな、これは電話で話すほどのことはないかな。いや、繋がってるんだな。繋がってるんじゃな。おー、行くぞ。おー、もしもし。もしもし。はっきり喋れなきゃダメだ。はい。ご飯食べてるのか。まあ一応。ご飯食べて、もちろん悩める君たちが、はい、なかなかその悩みを切り出すのは大変だっていうのはわかるけれども、はい、俺は他の大人とは違うぞ。そうですか？他の大人とは違う。はい。な、はい、お前が若いから、はい、若いから悩んでるっていうことを、はい、鼻から否定したりとか、はい、まあ心の中には税金も払ってねえやつがぐらいのことは思うこともあるが、はあ、なるべく除外していこうと思ってるから。はい。名前は何て言うんだ？頼むよポメラニアン。おお、いいペンネームだね。はい。頼むよポメラニアン。今いくつ？はい、21です。21か。はい。21だね。まあ、21ですね。英語、今発音がすごく挑戦的だったんじゃないかな。いや、別に。今、人にこれから悩みの相談をしようっていう人間が。どうもすいません、どうもすいません。ごめんなさい。そんな弱い小魚お前はダメなんだ。ダメですか？カルシウムを取れ、小魚を食え。まあ、ここで怒ってもしょうがないし、俺はもう、はい、何、もう強いものに対して怒るっていうのは俺の信条だから、はい、まあ頼むよ、ポメラニアン君。はい。ね、21歳なんだね。はい。まあ君が今抱えてる悩みなんだけれども、はい、僕以外誰かにはもう相談したのかな？いえ、そんな悩みは誰にも打ち明けられなくて。心の SOS は出してる？出してるふり？出し気味？まあ出し気味で。うん、君はいいこと言った。はい。振り。大切だ。はい。世の中に出たらもう振りだ、ほとんどが。そうですか。一生懸命やっている振り。はい。ね。事務所に対して従順な振り。CC ガールズの藤森さんが好きな振り。振りですか。この3本立てだ。さあ、それで、じゃあ君の心の悩みっていうのをちょっと聞いてみようかな。はい、俺にしかキャッチできないその SOS なら俺がキャッチするから。はい。どんどん話してくれ。はい。うん。あのですね。うん。10発に1発の割合でしか、うん。音の出る日が出ないんです。ああ、病気だね。病気？それだけで？いるね。病気だね、病気。病気だね、君はね。死ぬ、しかも。うそ。確かに死ぬ。あ、俺の友達にね、うん、全く同じ悩みをね、持ってる奴がいたんだけどね。とうとう親父の工場を継いだね。継いだんですか？継いだ。うん。奇跡の確率でね、音の出る屁が出ない。はい。それも10発に？ 1 発出るか出ないか。1発？ 10 発に1発出るか出ないかか。はい。努力はしたのか？肛門を開いたり閉じたり、血芸を剃ってみたりとか。ああ、努力はしてるようだな。はい。それでも出ないんだ。出ないんです。死ぬね。ええ。いや、それは誰？残りの人生を力いっぱい。
いや死ぬって そんなんそんな死ぬっていう単語一言で、うん、まあジョークだから全然それはジョークとして受け流してほしいんだけども、アメリカンジョークです、アメリカンジョーク、アメリカンジョーク、アメリカンジョーク、はい、昔ねプロゴルファーにトム・ワイスコフっていう選手がいたんだよ、いや知りません、いやだからそれは今から俺が言うから、はい、トム・ワイスコフっていう選手がいたんだよ、はい、あの彼の勝負強さを人は恐怖のトムと呼んだね、はあ、そうなんですか、うん、はい、だから大丈夫だよ大丈夫だって言ってるんだよ、いやさっき死ぬって言ったじゃないですか、いやだから俺のこの言葉を聞いてれば大丈夫、まだわからないようだな君はね、全然わかりません、アーノルド・パーマー、あ、アーノルド・パーマーですか、ゴルファー、ゴルファー、大丈夫大丈夫、大体大丈夫だから、それはそれは大丈夫、間違いなく大丈夫だ、ね、ジャック・ニコーラス、ジャック・ニコーラス彼にサウンドエッジを持たせれば、はい、もう魔法のような寄せだ今俺の言わんとしてることが分かるか、マスターズは魔物そうだよそうだよ、分かってけ、マスターズは魔物、はい、それが言いたいわけよ、そうすればあとはもうおのずからもう導き出されていくだろう答えが、君タンメンにはすぐ入れる、いや言えませんね、死ぬね、やっぱり死ぬここまで金言格言を与えてあげても、はい、断面に数を入れないようなやつは、じゃあ今から入れたらどうなんですか、今からどれぐらい、うん、1分後死ぬね死ぬ死ぬ、もう死ぬ、それは絶対死ぬ、死なねえよ、なんだ死ぬ死ぬ、もう何言ってんの、もうおならが出なかった、おなら音出るおならが出ない人は死ぬ、もう今はこの それじゃあここで一曲を聴いてもらおうかな、チェベットストア、僕が小さい頃にね、都電荒川線の西尾区7丁目っていう駅があったんだけど、今では荒川遊園地前っていう駅になってるんだね、それではチェベットストアで声ねえねえキューちゃん、なんだよショーちゃん、犬より嫌いなものって何、小屋かな、アップス、ファックスでですね、偽移住員情報、こんなやつが移住員になりすましテレビに出ていたとか言うんですけど、いろんなところにこれ登場しますね、愛知県にも登場してるんですよ、愛知県のラジオネーム、ちなみにこの番組今日最終回さんから、偽移住員情報、東海地区の女子高生向け番組に移住員光と名乗る男が出ていました。パッと見たとき、僕ちょっと何のことかよくわからなかったんですけども、これなんつったっけな、桂三枝さんと大桃美代子さんが司会の、なんて名前だっけな、番組名前やったけど、番組ですよ。ね、まあ、無論僕じゃなくて偽物が出たんで、僕はよく知らなくて当然なんですけど、に出ていました。伊集院光と名乗る男が出ていました。ダイエット特集で、やれきなこココアだ、やれスパイラルテープだという内容に、本物ならば、すべての服をその場で脱ぎ、全裸で、観客の腐れこぎゃるどものルーズソックスを、すべてシュポンシュポン脱がしていくはずなのに、その偽物は、自ら進んでズボンを膝まで上げて、ダイエットテープを試したり、痩せるわけはねえだろうというダイエット王に驚いてみたりしていました。ああやっちゃってるね偽物くん。とうとう偽物は地方番組まで進出しています。どうしましょう、どういうことですか。まあ僕は想像しかできないんですけれども、まあ桂三枝さんがやる気ゼロの態度で臨んでる番組なんですけども、噂では聞いたんですけど、もう桂三枝さんの番組の中でやる気ゼロって言ったらこの番組か TBS の番組かっていう、どっちかっていうぐらいやる気ゼロの番組で、小ギャルを集めて三枝さんがやってる番組で、しかも偽移住員さんはその日番組全部で1時間ぐらいの番組の開始30分で終電の時間が出て帰ってしまったというすごい番組らしいっていうのは聞いてるんですけどもね、これもすごい情報ですね。川口のペンネーム、DPM ドミニカンピッチングマシーンガルベス27歳さんから、テレビではないですが新宿のある中華料理店でおとなしく料理を食べていました。怖いよ、偽物なんだよ多分。いや俺は何か新宿のその普通の中華料理店でも暴挙を振るってなきゃなんないのか。本当本物だったら、本物だったら中華のターンテーブルをスキラッチしながら僕 DJ 僕 DJ ぐらいのことは
俺は妙人すごい 妙な人シェフを捕まえて熊の右手は蜂蜜で甘いけどじゃあ左手はケツの穴服からうんこ臭いぐらい聞くじゃないですか。普通だったらね偽物です。いやこれは本物偽物だね。本物はもう大変ですよ。中華料理屋さんなんか行ったら最後もうね大変ですよね。お前漫画に出てくる中華料理屋さんみたいなヒゲはねえのかぐらいのなんかそれぐらいのことはボワッとしろよボワッとっていうなんかこう中華鍋をボワッてさせることを強要したりとかは絶対してるはずですから、これも偽物ですよ。もうどんどん偽物情報ください。ファックス番号東京0355631960、東京0355631960、もう一つ東京0355629540、東京0355629540、ね、待ってますからね。ほいじゃあですね、本物の伊集院さんが脚本を書きですね、本物の伊集院さんが声優として登場する強いロボ。巨大ロボットヒーローラジオアニメーション強いロボ。前回までのあらすじ。巨大ロボットを操り地球征服を企てる宇宙暗黒大魔神皇帝軍。しかし度重なる侵略攻撃は地球防衛研究所のプリオ少年と最終兵器強いロボの活躍により失敗に終わっていた。宇宙暗黒大魔神皇帝軍のロボット軍団を統括する島田久作風女王は一向に進まない地球征服作戦に苛立ちを隠せなかった。毎回あと一歩のところまで追い詰めながら強いロボの夏目、島田久作風女王様、島田久作風女王様。なんだ想像しいぞ尿漏れパッド博士。ついに新兵器が完成しました。ほう、我が軍のロボットにこれを搭載すれば、うん、鬼に金棒、 CC ガールズに新メンバー、地味だ。これを強いロボに食らわせれば地球人どもはコギャルの胸に橋爪様を放り込んだような大パニックに。とにかく島田久作風女王陛下自らこの新兵器にご命名を。そうか、名付けて所長、レーダーに未確認飛行物体です。何、強いロボ地球発進だ。ラジャー待って、プリオ。なんだよ、さやか。メカニックにお願いして強いロボに新兵器を装備してもらったの。ものすごいメカなのよ。そうです、プリオさん。これを強いロボに搭載すれば鬼に金棒、 OL クラブに伊集院光。効き目あるのかな。これを敵ロボットに食らわせれば宇宙暗黒大魔神皇帝軍はいいともの明日のテレフォンショッキングのゲストが萩原流れだと分かった時のような大騒ぎに。わしの名はナシモギファミリーバラバラ死体発見隊長。このわしの操る鼻毛が出ているにもかかわらず恋愛を熱く語る女ホームルーム員ロボの威力を見るがいい。待て、鼻毛が出ているにもかかわらず恋愛を熱く語る女ホームルーム員ロボ、お前の勝手には立てんぞ。出たな強いロボ、今日がお前の命日だ。島田久作風女王の名付けてくださったこの新兵器でコッパみじんにしてくれる。新兵器足立由美のお兄ちゃん、足立由美の新しいドラマで初共演。なぜだ、大地を揺るがす大爆発が起こるはずなのに。バーカ、足立由美の兄ちゃんなんか貴様と妹クラスなんだよ。これでも食らえ
さやかの名付けた新兵器。トラさんが死んでからみんな寄ってたかってトラさんトラさんって言ってるけど、俺が知りたいのはだけ。爆弾発言。永田ディレクターのとっさの機転により強いロボの爆弾発言がアップス打ち切りを引き起こすことは免れた。しかしいつ何時生放送でトランクスのお稲荷よろしくポロッとこぼれるとも限らない。頑張れプリオ、負けるな強いロボ、気を抜くなディレクター。いやー、強いロボの新兵器、爆風すごかったですよね。熱かったですもんね。あれは、まあ、きちんと永田ディレクターがとっさにね、緊急避難装置を押さないで、もろに俺らが爆風を受けてたら、ものすごいところまで飛んでってたでしょうね。ナイロビどころじゃないところまで飛んでってたでしょうね。ましてそれが、あの発言が大沢優里の UU ワイドの中であったら、TBS の、ラジオのほぼ9割の時間帯が放送休止時間に変わるぐらいのね、ことなんですけどね。まあ本当は頭蓋にイボがあったかどうか知りたかったんですけどね。言ってますけどね。はい、今日採用された強いロボのテーマ曲、ペンネームアストロファンカン。給料ほとんど天引きされて、おまけにペソ立て。おまけにペソ立てですよ。そら社長に文句を言いに行きます。社長に文句を言いに行ったら、トカレフチラリとパイルダーホンですから。僕のイメージで思ったのは、社長のところに文句言って机をバンって、社長ペソ立てはないじゃないですか。しかも、ほとんどゼロですよ。ダーンってやったら、社長が全然平気な顔で、引き出しの一番上をスッと上げたら中でトカレフがチラリって光ってプッて戻したところで文句はもうなしっていう感じ。じゃあ社員旅行ぐらいでも楽しもうかと思って、社員旅行でバスガイドにセクハラクエスチョン浴びせて流し、ナイロビ左遷だから一気に。ナイロビ左遷の強いロボだから、お前明日からナイロビね、明日からですかーっていう、ね、結構このアストロファン感今回面白かったんですけどね。強いロボのテーマ、京都お原三千院、恋に敗れた強いロボ、何のかんので、パイルダーを土産に買ったらボロカス言われ、何度に監禁強いロボ。これストレートに取ると強いロボが何度に監禁家族に怒られたついでにされてるんでしょうけど、僕のイメージはあんまりに頭きて、自分がこんなに一生懸命三千人のね、三千人のお土産を買ってきたのに喜ばない家族に怒って、家族を何度に監禁しててほしいんですけどね。キャッツ&ペイロ、メンバー増えたよハイヒール、リンゴと桃子と強いロボ、公園行ったら鳩に囲まれ、つむじをつつかれパイルダーオン。頭悪いですね。ロッドマン内田号泣しながらマウストゥーマウスファーストキスだよ強いロボ。ガチャピンムックの後釜目指しスキューバ特訓強いロボ。なんだかな、もうダメだね。フンコロガシに憧れて、うんこを丸めて、だとまたしょうがねえな、もう。ペンネームコリドール95、わさびなど同じく19歳、この人もよく読まれる人ですね。人間模様が見え隠れ、ネオンきらめく強いロボ、ロングホーンをお股につけた北京原人強いロボ。ダメだな。ケツマにドラッグ詰め込んで、密輸を企て強いロボ、
ポリスドッグがケツメド舐めて、桃色と息でファイルダウン。なんだかな、もう罪悪の代わりに金消し詰めてなって、うんこをこらえてリンボーダンス。北海道、ペンネーム地獄博士。山本、深夜に似ているせいで、あだ名がトゥナイト、強いロボ、石川次郎のアイデンティティを探してインドへファイルダウン。付属特集、おっとりネタ、山場がないまま、フルーツ特集。ずるいぞ。何がずるいぞだよ、お前。シャンプーハット、首まですっぽり、襟巻きトカゲだ。なんでこんなんばっかで。あとは、あ、これ、強いロボ、シャンプー、ハット、首まで、スポーリーだ。エビリマキトカゲだ、パイルダウン。不気味な形の昆虫が、頭上に描いた、ラブの文字。キャッツ&ペイロ。玄関開けたら2分でご飯、グレチキ絶賛、強いロボ。グレチキってまだいいのかね。グレチキ最近見ませんよね。まあこんなとこですかね。口に長めのちくわを加え、スキューバダイバー、強いロボ。マイペース裏だ。ということでですね、明らかに頭の悪いハガキのみをお待ちしております。明らかに頭の悪い歌い方で歌います。曲の方はですね、エブリーリトルシングでポーフィーユーマイハート。ねえねえ、キューちゃん。なんだよ、ショーちゃん。キューちゃんはお化けになる前は何だったの？家元だよ。アップス。日本一短いデブへの手紙。皆さんからの心温まるおはがき、本当にありがとうございます。いや本当にまだね、秋口になったばかりだというのに、私の手の内には皆さんからいただいたほかほかのカイロがたくさんあるという、大変幸せな状況に私おるわけでございますけれども。それじゃあ、今日もいただいたおがきを読んでいきましょうかね。短いデブへの手紙。ペンネーム一般人マーク2、年齢19歳。盆踊りで流れたら嫌な歌、鳥の歌。振り付け見てー、すげー。もう盆踊りで太鼓叩く櫓の横のところにちゃんと横笛の人がいて、ピリリピーピリリピーから流れてきて、今までドンガラガッチャドンガガンって踊った人たちがちょっとしょんぼりしながら、鳥役の人と西田敏行役の人の2人に分かれてね、輪を織りなしてね、もうすごいよ。片方が鶴っぽい踊りで、片方が写真家っぽい踊りがずっと続くね。なんかさ、ブルーハーツとかすごいロック系のコンサートでも、最後の最後っていうのは、なんていうんですかね、バラードで終わったりするじゃないですか。すごい結構、ああ、なんか、いい感じだなっていうような終わり方をするじゃないですか。でも祭りってさ、最後の歌がおばきゅーんだったりとかしてさ、おばきゅーアンダーでキュッキュッキュッてけどんなんて終わっちゃったりするじゃないですか。整理体操っぽい音は、歌は必要ですよね。これからお祭りとか、やるところなんかね、きっといいっすよ。盆踊りで流れたら嫌な曲、青葉城恋歌。広瀬川振り付け見て。ペンネームスターパズル。
電車の中で隣に座っている幼児に食べていてもらいたいもの。ツナピコ。あ、ツナピコわかんない？あのさ、金の紙と銀の紙に大体包んである7ミリ四方の立方体になってる生乾きの鰹節みたいなやつ、なんかツナ、つまみつまみ。電車の中で隣に座っている幼児に食べていてもらいたいもの。夢。バカかよ、おい。しかもその隣で寝ている親父の悪夢をね、悪夢をもりもり食っててもらいたいね。クイズ王西村、匿名埼玉県。鼻を噛んだ後、血紙を開いた時あるとびっくりするもの。パエリアのレシピ。バカやね。ペンネーム部長、山形県。渋谷のナイトクラブでかけてほしい曲、小沢昭一的心。この時間聴いてるリスナーどれぐらいわかんのかな、小沢昭一的心。ペンペペン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 。最後の方はちょっと口笛も入んだよ、なんかね。おはやし山本直純。ああ、ラジオネーム普通の人、女性、神奈川県。街角でティッシュの代わりに渡されて少し困るもの、弱っているハムスター。困っいくら鬼と言われた俺でもやっぱりそれはね、捨てる意ってあれねえし、かなり四六時中目を離さず世話しないと死ぬしね、濡れたなっていう感じのね、なんかうわ濡れちゃったなっていう、弱り切ってるやつね、俺が弱っちゃうっつうんだよな。札幌、ペンネーム青みどろ。げんこつ山のたぬきさん、乾燥うんこを薄で引き、これがきなこと勝手に思い、くずもちまぶしてペロリと平らげ、珍病かかってまた来世。来世かよおい、明日じゃねえんだおい、また来世。もう替え歌とかじゃねえんだもん、もうなんか。げんこつ山のたぬきさん、乾燥うんこを薄で引き、これがきなこと勝手に思い、くず餅まぶしてペロリと平らげ、珍病って、珍なる病気なんだよね、珍しい病気。珍病かかって、まったらいせ。ダメだね、もう。げんこつ山のたぬきさん、青春もも肉繁殖期。スポブシュッとケツからテンタクルだって、全然終わってんじゃねえか、これテンタクルで終わられても。埼玉県、ペンネーム限りなく緑に近い赤。宮沢賢治。雨にも負けず風にも負けない丈夫な傘を持ち、西に犬が向けば尾は東、北に尻が地になっている人がいれば行って、あぐらをかかせちょこんと押して、倒れて菊が丸見えのところをポラロイドで撮り、南に自殺を考えている人があれば行って、オスオラ悟空と言って去る。こんな人間に私はなりたい？聞かれても困っちゃうんだ。なりたい。同じくペンネーム限りなく緑に近い赤。合唱コンクールで歌いたい曲、夢芝居。男と女。どっかさ、ないかね、この番組聞いてて文化祭実行委員とかやってるようなやつっていうのは少ないとは思うんですけどね、少ないとは思うんだけど、俺生徒会長だったしね、結構スタッフも生徒会長で結構いますから、どんな学校だったんだろうな今考えてみればな。だけど音楽会の頃歌を決める権限があったりする人がいたらさ、テープ取ってきてほしいよね、ステッカー20枚ぐらいガンと送るよね、笑うじゃん、夢芝居じゃないで、じゃなくてもいいからさ、それは歌わないでしょっていう歌とかさ、あとブラスバンド部の部長のやつとかにさ、変なもん演奏してきてほしいよね、ブラバンでね、鳥の歌、鳥の歌ブラバンで。ペンネーム青みどろ。桃太郎の家来、七節。
じく青緑の裁判長が静かにしてほしい時に使ったら嫌なものハープなんだねもう今のは誘導尋問だ誘導尋問だすごい静かになってもっとすげえ裁判長が静かにする時使ったら嫌なものキュウリを折るそれは被告人の名誉を毀損しています法廷侮辱罪だパキャッパキャッあ青みどろやっぱ絶好調だな一回ハマると札幌青みどろ松崎誠鬼軍曹休みはドレスでププピドゥ松崎誠でございますとりあえず寝ぐそで始める反抗期松崎誠でございますタモクラのタモリクラブねタモクラのオープニングに父の尻松崎誠でございますイララドードーバララバララっていうところで父の尻なあよし青緑のとどめ世界三大テノールに歌ってほしい曲お腹が減る歌プラシド・ドミンゴホセ・カルデーラス、ルチアのパパロッティ3人でどうしてお腹が減るのかななんてちょっと気持ち入れてもらってねガンマの冒険のエンディングテーマだね無言色っぽい山口県ペンネームのしいか第2のアムロナミエを発掘するのにふさわしくない場所新日鉄釜石ラグビー強いじゃねえかよふさわしくない場所磯ふさわしくない場所ドークマンプロああ花の応援団っておなじみのねペンネームロケットペンシルランボーがマシンガンベルトの代わりに体に巻きつけていたら面白いもの卵ボーロつながってるやつあるよなんかね50円ぐらい通じてねあとコーラ飴だってコーラ飴ある10円のコーラ飴果てしなくねじゃあペンネーム笠井明宏ただ面白い言葉なんですけどねもう元々それでいいんですけどねただ一行書いてあって面白かったんですけど顔に似合わず女投げいやイラブみたいな顔してるんですよもう絶対的に高速球もう投げそうな顔なんですよでもうふらりとグラウンドに現れて草とか葉っぱとか加えてるんですよでなんかもうヨレヨレの学ランを着ててそこにこうボールがそれてコロンコロンコロンって転がってきてそれをパッと取って謎の転校生ですパッと取ってしっかり受け止めろよ、うん、女投げ最後投げると女投げで前のとボールがティン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 って転がっていくっていう様子をね一行で表してね東京都ペンネームカニクリームコロッケドラフト会議第1回選択希望選手ヤクルトキャミソール下着負けずに第1回選択希望選手読売ホッケーウオ第1回選択希望選手広島東洋乾パン非常食第1回選択希望選手中日色眼鏡タモリのまだいけますかもうじゃあラスト1枚ですかね、ペンネーム希望ヨーロッパ選手権さんトローリングで波まで跳ねたら嫌なもの軽トラック松方弘樹世界を釣るっていう感じでいよいよ波間に見えてきますよっていうなんかブルーマリーンとか言うんだよなんかねブルーマリーンが見えてきますよザッパー日のレンジャーがあれー下道だ下道だっていう感じのいや下道とか問題じゃねえだろ郵便番号 107-06 TBS ラジオ伊集院光のアップス日本一短いデブへの手紙の係まで待ってますニョキニョキ創刊劇場
ニョキニョキ父さん、ニョキニョキ父さん、結婚してくれなきゃ死ぬって母さん言うから。ゲーム、最近遊んでるゲームっていうか最近遊びたいゲーム、あのね、プレイステーション用でね、ソニーのプレイステーション用でゲームでね、ニャンとワンダフルっていうゲームがね発売されてるらしいんだけど、まだ本物見たことないんだけど、このゲームは、うん、スイッチを入れると猫か犬かを、子猫か子猫タンかね、ワンタンを選ぶの選んで、でいて自分はその何あの大していろんなことできないんだよね。なんかね、猫じゃらしみたいなやつで子猫タンと遊んであげたりとか、名前をつけたりとか、あと悪いことをした子猫タンを叱ったりとかできるらしいんですよ。そうするとこう、あんまり叱りすぎるとその子猫タンが大人になった時にもう怯えてプルプル震える子猫タンになっちゃったりとか、あとあんまり叱らなすぎるとそこらに糞尿を垂れ流すようなダメな子猫タンになっちゃうようなゲームらしいんですよ。まあ俺の中ではバーチャル雪姉って呼んでるゲームなんですけれども、それがねやりたいんですよ。でいて、あのファミコン通信っていうファミ通っていう雑誌にね、要するにレビューをした人が、レビューとも別に SKD に入ってって意味ではなくね、テストプレイをした人がどれぐらい面白かったかっていう、なんか評価をつける10段階評価をやるコーナーがあって、本当に面白いゲームは10とか9とか出てきて、9、9、9、10とか出るんだけど、そのゲームは大したことなかったんだよ。なんか7、5、5、4とかそんな程度だって、こんなん絶対売れないから予約する必要ないなと思って、で予約するのも恥ずかしいから、ニャンとワンダフルだもん、名前が名前からしてダメじゃんっていう名前だから、したら売り切れてんだよこれが、いろんなところで。もう嫌な名前つけた猫俺飼いたくてさ、チャゲアスとかつけてさ、嫌なのかどうかわかんねえんだけどさ、そういう猫、もう猫タンをね飼ってさ、俺もほらもうすごい猫とか犬とかもう動物が大好きじゃないですか。動物を飼ってるムツゴロウを飼いたいっていう人じゃないですか僕は。もうだからもうぜひにね欲しいんですけどね、もしやった人がいたらね、どの辺がどれぐらい面白くてね、どういうダメなプレイをしたいかっていうのを知りたいんですけどね。やっぱあんまりだから、あの要するにああいうものに関してあまりシビアになりすぎちゃったり、なんて言ったら猫死んじゃうとかやっちゃうと、多分動物が好きな人が怒っちゃうと思うんですよ。怒っちゃうからなんだと思うんですけど、なんか聞いた話では長年なんかずっと飼ってても死んじゃわないで、なんか宇宙に猫は帰ってくるらしいんですけど、なんかね。で、そのファミ通っていう雑誌のレビュアーをやっているお兄さんで、結構いかつい人なんです。口ひげをもっさり蓄えた人なんですけどね、その人にね、冷静な判断を聞こうと思って、ニャンとワンダフル、どうって 5点とか7点だったけど、どうですかって聞いたら、いや、猫ちゃんが宇宙に行っちゃうんだよ。その時はすごい悲しかったんだよ。って言ったんで、かなりハマりそうだけどね。まあ、これに関しては俺やってないから、伊集院が言ってるから買ってみようっていうのはやめてほしいんだけど、やってる人がいたら、やってる猫も夢中な人がいたらね、ぜひぜひ教えてください。どれぐらい面白いか。ザ・ポストメンでガーダン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 ガンガンホイデンガン。 Yes, TBS。 なんかね、最近ね、ちょっとね、またダイエットでもしようかなと思って野菜ばっか食ってるせいかな、ペが出るんですよ、ペが。すごい勢いで今日もペ出てて、この密室の中でもう CM 中はペを出し放題じゃないですか。芳醇な香りが、芳醇なコクと香りが、コクマロが。今ね、こんな顔すごい漂ってんですけどね、体に悪いぐらいだよね。ペ、あ、でもそうだよね、ペだって、酸素の、ペの比率がすごい高くなったら死ぬよね。ペーだけでは生きてる。人間酸素必要だからずっとペーしてたら死ぬよね。うわ、すごいや。今ここで俺が不意にタバコ吸ったら消し飛ぶぐらい今、この中にね、ペーが充満してるんですけどね。一応ね、今回ね、ダイエットの目標としてはね、40キロぐらいになってみようかなと思ってね。40キロぐらいにね、俺も
でスーパーモデルとしてただのヒョロ長オブスにただのヒョロ長オブスになったところでもう私はブス可愛いだからと言い張って、私はブスじゃないブス可愛いだからっていう、でましてスーパーモデルになると、ね、言い張ってね、ちょっとスーパーモデルになろうかなと思ってねしてんですけど、多分もうほら今日えのさんから逃げるために早く帰んなきゃならないじゃないですか。そろそろどっか飯食っちゃってするんですよね。なんかね、ほら帰宅拒否症、帰宅拒否症かよ。家に帰るのがなんかねダメですね。まっすぐ家に帰るのがね、寝るの帰宅拒否症じゃないんだね、睡眠恐怖症なんだね。不眠症っていうのか、そういうのは。寝るのダメなんですよ、相変わらずダメで。先週も忙しいにもかかわらずね、ゲームばっかやってますね。ニャンとワンダフル俺買っちゃった日にはもう大変だよ。ものすごい勢いでね、猫たんたちをすごい可愛い猫、しかも自分の猫から生まれた子猫はメモリーパックにセーブして人にあげられるらしいんですよ。スタッフ喜んでもらえるよ。俺からもう数々の猫タンがもらえる上にスタッフは強制的にプレイステーションを買わされてね。で、しかもニャンとワンダフルを買わされて。で、しかも自分の作った猫を自慢しようと思えば俺にクソ。